どうも安永です。おろろ、どうも、どうも、チスチス。あのですね、18トン取れる定食の仕方、はい、教えてもらっていいですかね。しょうがねえな。とても知りたいですね。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。まずこれですね、苗。はい、いいナイス。いいですね、サンスンポット。サンスンポット去年からもこの苗にしたもんね。あ、そうですね、もうみんな、うん、そうですね。それまではセル苗、セル苗、このくらいのセル苗を5寸か 4.5 寸のポットに鉢上げをして、はい、育苗して植えよったじゃん。はいはいはい、そうですね。もうめんどくさいじゃん。もうですね、もう今これが主流になってきてるけですね。もう三寸のポットをそのまま育苗センターみたいなとか取って、これが段ボールでくるもんね。はい、そうっす、そうっすね、うん、これ植えると。はい、いう感じよね。で、植え方としては、はい、違った。ほらほら、台木。台木、台木の説明をちょっとしようか。あ、お願いします。滝石病さんの台木になります、これは。で、自分がグリーンセーブ。安永さんは？自分は、あれだけか。あ、もう今年全部あれですね。はい。大体あの滝石病さんの、まあ、代表的な代議理由ならホース。ホースだよね。はい。ホースとセーブ。はい。セーブ。ガード。ガード。はい。とキングバリア。キングバリア。まあ、その4つやね。まあ代表的な。この4つ。はい。まあ、特徴としてはホースが、まあ、ちょっと馬力がつきやすい、でガードっていうやつがちょっと馬力が受精が弱い、弱い、でセーブが、まあ、その中間、中間ぐらい、でまあ代議は何かちょっとほら、ね、病気に強く、病気にならないようになんか違う植物をこうの上に、はいはい、これが輪化やね、うん、を接ぎ木してるというかで、そうですね、まあ、青枯れだったり褐色根腐れだったりの予防ができますよ、ね、そういう感じ。そういうことですね、途中で切れたね。すいません。で、はい、キングバリアというのは、ホースに近いのかな、ホースに、強い、強いよね、女性的には、はい、でも青枯れにめちゃくちゃ強いけ、青枯れとかでこう悩んでる人はキングバリアがおすすめやね。これはもうセーブ、セーブ、ずっとセーブ、ずっとセーブ。はい、こんな感じです。ほうほうほう、ね、よし、じゃあ植えるよ。はい、お願いします。穴を開けますよ。はい、穴を開けます。前回動画でもカットしてたよね。なんだこの白いの。お、なんだなんか怪しいですね。怪しいぞ。怪しいの入ってますね。怪しいやろ。はい、この下流のあれはあれ、消毒の、はい、ダントツ、ダントツ、ダントツっていう消毒の下流を1から2グラム、入れてます。はいはいはい。これアブラムシとかの予防になるけ、ちゃんと量を守れば全然使っていい、認定されてる薬剤だけね。はいはい、もう全部これ穴に、穴に全部入れます。全部、全部入れます。1から2グラム、1から2グラム、で抜いて、はい、まあ、これも基本の基本やけど、花芽の、はい、ね、花、はい、花を手前に向けて植えると、はいはいはい、こうやって、ほうほうほう、こうやって、おおお、さっきもう一回、さっきもう一回ですかね。おお、おお、おお、まあ入れてから土をこう寄せるだけよ。土を寄せるだけ。うん、おお、ずっとやっていくっていうね。で、穴の深さとか、あ、はいはいはい、なんていうのかな、樹勢、まあ、これもコントロール一応したりもするけど、 浅く植えたりとか、はいはいはい、深く植えたりとか、まあ、樹勢をちょっとつけたいという時はちょっと深く植える、ちょっとあんまり馬力つけたくないという時はもうこのくらいに、で、植えるみたいな、浮く、ここ出るみたいな感じ
て植える。ほうほう。ただ根も出てからね、昔はこう浅根で植えて青根、ね、聞いたことあるやろ、うん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 、青根、この根が 青くなるもんね、はいはいはい、空気中に触れとるけど、うんうんうん、で病気にちょっと強くなるっていう、うん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 、昔はそういう植え方もしよったみたい。あ、うん、青根を張らせて病気を病気に強くするとか。今はもう大義があるけどね。確かにね、うん、これで樹勢のなんかこう好みを選んで、まあ、もう当たり前に植えるという感じでいいのかな、うんうんうん、はいはいはい、うん、こんな感じね、うんうん、ですね、まあ、こんな感じ。おお、はいはいはい、大体俺が5500本だったかな。5500本、うん、もう今日でラスト。ラスト。安永先生は自分は4300ぐらいですよね。もう終わったと。あ、終わりました。いいですね、ゆっくりやりますね。ですね、うん、で三寸だとゆっくりやるもんね。ゆっくりやるですね、うん、なんか自分で種まいてその植える人もおるじゃん。うんうんうん、コストをかけない。結局ね、この消毒とか、はいはい、手間賃とか、うんうん、まあ、苗床を作って植えて苗床片付けてそこを植えるっていうロスとかを考えると、うん、あんまり変わらない。変わらない、うん、確かに計算したら変わらんかったけ、うんうんうん、こっちの方がいいっていうことで。確かにですね、もうほとんどこれが主流になってきるね、産地は、うん、なってきよるですね、うん、よし、まあこんな感じですよ。あ、はい、よし、なら植えました。はいはい、植えました。はい、植えました。植えたらね、はい、水をあげます。はい、おお、たっぷりあげる。たっぷり、たっぷりっていうのはちなみに1リッターぐらい。1リッターぐらい、うん、俺はやるよ。ほうほうほう、ね、ほうほうほう、1リッターぐらい、1個ずつ、うん、1個ずつ。穴に先に水あげるんですかとかいう質問もまああったけど、はいはいはい、やらんで、うん、ポットにも水あげて、はい、でこの植えた後にたっぷりまたあげる。ポットにもたっぷりやって、植えた後にもたっぷりやる。植えた後にもたっぷりやる。これなんでかって言うと、ポットの梅土と土の隙間をこうなくすのと、はい、まあ、活着を良くするために、うんうんうん、周りにほら土が乾いとるじゃん、はい、結局ほら、はいはい、水がないと根は張っていかんから、確かに、うん、まあ、根を張らせている、うん、根を張らせる範囲を広めてあげる。うん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 、やっぱ水がないと、水がないと張らんから、張らん、うん、張ってあげる。こんな感じですね。でこの次木がほら土で、はい、土に当たっとったりするとほら病気が入ったりするけ、はいはいはい、まあ、洗い流すみたいな感じ で、うんうんうん、でそれも含めてこう、こんな感じですよ。ほう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 、これもやっていくってことですね、はい。ありがとうございます。18トンが取れます。本当ですか？まあまあまあ、まあ、これで取れたら簡単や。まあ本当、本当、そうそう、まあ、これ俺たちはこんなやり方や、はい、うんうん、そうですね、まあ、穴を開けて、うん、断突を入れて、はい、でポットに水をあげて、はい、植えて、はい、水をたっぷりあげて。そうですね、これも間違いですね、うん、ありがとうございます。なるほど。これは帰ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ、はい、さよなら。農業男児チャンネル登録ありがとうございます。お願いします。トマトもうまいよ。いただきました。よし。